日本中部地方長野県北作郡軽井沢町中、軽井沢中軽井沢は、長野県北作郡軽井沢町の町日の戸である。中継とも略される。軽井沢町の中部に位置し、周囲を大和長倉に囲まれる。南縁を国道18号が通り、中央部の中軽井沢交差点で、国道146号が北に分かれる。 星の音声や仙機の別荘地の玄関口として観光シーズンを中心に賑にわう。中軽井沢の名を冠した施設のうち、中軽井沢郵便局は町内に位置するが、中軽井沢駅は長倉に位置する。軽井沢町では大技や町庭のほかに区と呼ばれる自治組織があり、中軽井沢と大技長倉にまたがって、中軽井沢区が設けられている。 中軽井沢区には2452世帯5125人が暮らし、軽井沢町の人口の約4分の1が集中する。中軽井沢駅の北側を中心に商店街が形成され、町役場も近くに立地する。かつての中仙道くつかけ塾にあたる。1876年8月2日、くつかけ村と周辺4カ村が合併し、長倉村となる。 1889年、旧靴掛村を含む長倉村と軽井沢村、峠町が合併し東長倉村設立。1910年には、靴掛塾の南側を走る新一本線に、靴掛駅が開業した。1923年8月1日には、調整志向に合わせ東長倉村から軽井沢町に改められ、靴掛は、その一部となる。 1951年には108世帯が離催する、大化に見舞われ、宿場町の趣きは失われた。これ以降、戦後のレジャーブームに乗り商店街として発展していく。1956年、靴掛け駅が中軽井沢駅に改称。1960年には区画整理により、軽井沢町大技、長倉の靴掛け地区から中軽井沢が新設された。地名は、 軽井沢町の中部に位置することから付けられた。公立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。